走と走り抜けるマウンテンバイク。油山福岡に今日プレオープンしたのはトレイルアドベンチャーです。トレイルとは舗装されていない山道のこと。こちらはマウンテンバイクで疾走するアクティビティなんです。専用コースのオープンは九州で3カ所目。油山の自然の中にある樹木や傾斜を利用して設けられた森の中をうねるように進みます。中級者向けのブルートレイルから上級者向けのレッドトレイル、そして福岡の街並みが一望できるブラックトレイルと3つのコースがあります。文字の色付けの仕方が一番難易度が低いブルートレイルに挑戦します。普段スーツばっかり着てるけど、ブラック？違いますよ。あ、ブルー、初心者でもいいですか？おお、音がすごい。雄大な自然を感じられる手に汗握るコースです。オフロード走行の経験がある人を対象にしていて、2時間2500円で走れます。バイクの持ち込みもでき、電動バイクのレンタルもあるんです。大きいジャンプがあったりとかってこの辺にはあんまりないので怖いです、けど楽しいですね。高さもすごい高くて、景色もいいんで爽快感はすごいありますね。上下に動いたり左右に切り返したりなど 3D な動きを多く、コースの中に盛り込んでますので、胸を張ってブラックトレイル絶対に楽しんで来てほしいですね。来週23日から2日間は自転車メーカーやキッチンカーなどが集まるオープニングイベントが開かれる予定です。楽しそう、やってみたいです ね、 ね、すごい自然も感じられそうですね。岡さんだっていつも自転車で来てるわけですよね、はい、で私昔こういうので山に落ちたことがあるので、ちょっと練習してから臨みたいなと思います。兄じゃなくて、あくまで初心者の方はちょっと練習してからっていうところがあるみたいですけどもね、はい。まあ、とにかく去年4月にオープン、リニューアルオープンした油山福岡なんですけれども、続々とスポットができてるわけなんですよね、来月にはですね、ラグジュアリーな宿泊施設もオープンするということで、こちらスノーピーク夜景スイートというか、はい、ビラ、コテージ、テント3タイプの宿泊棟があって、自然の中で贅沢な宿泊体験ができる。大地さん、サウナもあります。うわ、いいですね。またその中心部から近いんで行きやすいというのもいいですよね。そこで非日常を味わうことができるっていうね、素敵。ちなみにですね、この左上はコテージになるんですけども、こちらのコテージは1泊2食付きで1人およそ5万円です。おー、あー、なんでちょっと時が止まっちゃいましたけどでもたまにはね、この中心部から近いけどそういったラグジュアリーな気分になれるっていうのがいいですよね。美味しい空気吸いたいですね、うん、そうですよね、綺麗ですね。さらには今日からですね、ワンちゃんと一緒に泊まることができるドッグランサイトというのが利用開始になりました。ワンちゃん楽しそうですけれども、この敷地内はですね、リードつけなくていいんで、ワンちゃんも安心して楽しめるし、飼い主さんもだからワンちゃんの気を使わなくていいんで、キャンプを楽しむことができるということなんですよね。まあ、本当にパワーアップしている油山福岡ではあるんですけれども、皆さん、油山といえばあの存在忘れてませんか？あの存在？牛さん？さすが山崎さん福岡出身ということもあって、よく行きますもん、ね、こちら牛さんでございますけれども、どんどん進化している油山なんですけれども、変わらない風景といえばこういったのどかな風景だと思います、うんうん、以前はあのモーモーランドという名前で親しまれていたと。あ、財産も行かれたことありました、はい、もう小さい頃に家族で行きましたし、最近も行きましたよ私、うん、あ、そうですか、はい、もう昔の油山も今の油山も堪能されているということですけども、うんうん、まあ、本当にお出かけにいい気温になってきたんですけれども、はい、そんな中これを知れば油山福岡がもっと好きになるということで、突然ですがここでモーモークイズです。
モーモークイズ。はい、油山牧場の牛さんたちは何のためにあそこにいるんでしょうか。何のため、お答えください。何のため、でも見るため、観察する、それもあります、はい、他にもあるんです。ソフトクリームのため。どういうこと。まあソフトクリームは美味しいですけど、ソフトクリーム食べられるので。お母さんどうです、うん、やっぱあれじゃないですか、子供たちが動物と触れ合って勉強するためにいるんじゃないですか、うん、それもあるんですけど、実はですねこういった意味もあるんです。デビューのため育成してもらってるもんと。育成、どこにデビューするんだ。え、厩舎みたいな。厩舎、馬で言うと。いや競馬とかじゃないねデビューとか育成だとちょっとアイドルっぽさもね感じる、うん、まさにモームスみたいな。モーだけにちょっとそんなリアクション来るとは思わなかったんですけど、滑りましたよ。育成とはそもそも何なのか、そしてなんと実は、何笑ってるんですか。育成とは何なのか、そしてなんと実はですね、油山牧場の牛さんたちのミルクを私たちも普段の生活で口にしているかもしれないということなんですよね。まずは育成について説明しますが、こちらをご覧ください。そもそも油山牧場というのは1973年公共育成牧場というものからスタートしました。で、育成牧場というのは酪農家から牛を預かって酪農家の労働負担を軽くすることを目的にしている。しつけみたいなもんですか。まあ、だから酪農家のそのいろいろと大変な飼育とかを全部受けようと、うん、代わりに育てるってこと。そうですそうですそうです。でその後1990年代に、まあ、観光としても活用されるようになったんですけれども。後からなんだ。つまりですねこういうことなんです。油山牧場はまだ乳牛としてデビューする前の子牛、まあ、要するにホルスタインの卵的な存在ですけども、うん、だからミルクが出る前の子牛を預かりまして、はい、そしてお世話をしている場所ということなんですよね。で、油山牧場に預けられた子牛というのが、そこで人工授精を行いまして、うん、ミルクが出るようになったら酪農家に戻ってそこで搾乳デビューというそんなサイクルになっているわけなんですよ。で現在ですね、うん、福岡市内6軒の酪農家からおよそ70頭を今預かっているということなんですよね。デビュー待ちの子がこんなにいます。確かに酪農家のとこにいたら私たちは見ることできないですもんね。そうなんですよね。確かに。だから実は乳搾りだけじゃなくて、うん、あのデビュー待ちをしている子が多くて、そんな役割あるんですね。では私たちの生活にどう関わっているのかというところなんですが、うんうん、あの市内の酪農家そこで一般の商品っていうのを作ってるわけじゃないんですよね、はい、酪農家からまず農協に出荷をされます、うん、そして農協から今度は牛乳製造会社に卸されて、うん、そこで商品化されて流通して家庭とか学校給食に届けられるということなんですよね。さあということでですね、はい、私の手元にあるこちらは実際に県内の学校で提供されている牛乳なんですが、うん、この牛乳にもですよ、つまり回り回って油山で育てられた牛のミルクが含まれているということということということかもしれないということです。声が大きいな、可能性があるってことですね、周りに回って、はい、実際に山崎アナウンサーの手元にも同じものありますんで、はい、ぜひ油山牧場の牛ののどかな写真とともにいただいちゃってください。おいしい、なんかもう牛さんへの感謝が溢れ出てきちゃいますねそこにももしかしたら油山出身のこのミルクが入っているということ、うん、ということかもしれない、ね、回り回ってね、回り回っている。スーパーで売ってある牛乳ももしかしたら油山で育った牛さんのミルクが入ってるかもしれないということかもしれないということです、そう考えると、はい、ちょっと油山牧場の牛さんへの見方変わってきません、うん、そうですね、それをいただくことになるかもしれないですよ、ね、そうなんですよ、うん、自分たちの身近にいたあの牛乳がこの子たちのおかげだったかもしれない、うん、そんな小声なんですというちょっと壮大なね。そうですね、壮大ではないけど、おいしいです。壮大でもないですけどね、味が濃くておいしいです。まあ、ということでちょっと見方も変わったかもしれませんので、うん、また明日もね非常に天気がいいということですから、はい、ぜひあのデビュー前のモームスみたいなホルスタインの卵たちに会いに行ってはいかがでしょうか。